こんにちは、粟田洋介です。今日は理解されなくても書き続けるというお話をしたいと思います。先日永遠の門、ゴッホが見た未来というゴッホの伝記映画を見ました。ネタバレ的な話は一切しませんが、ちょっとこの映画を見てアーティストの端くれとして思ったことですね。なんか自分が求める作風とかアーティストと地理の関係、地理は場所ですね、あとは書き続ける理由みたいな感じのことを話したいと思います。私は特にゴッホのファンとかではないんですけど、作品が売れなくても誰からも評価されなくても独自の作風を書くことを貫いたということにとても共感しています。ゴッホの作風は今でこそ多くの人たちから美しいとか素晴らしいとかって認識されていますが、ゴッホが生きている時代にそれに気づく人なんてもうほとんどいなかったようです。見たものを見たままにそっくりに描く、それだけがアートだと思っている人が多いのは19世紀のゴッホの時代も21世紀の今の時代もあんまり変わらないと思います。まあ今現在独自の作風で絵を描き続けているアーティストの方々は、まあ私も含めてなんですけど、まあ時にはバカにされたりすることもあるかもしれません。まあでも私は自らこういう絵を描いているので、まあアートがわからない人たちに何を言われても傷つくことはないんですけど、ただ否定とか批判ばかりされていい評価を下さる方が一人もいなかったとしたらかなりきついんじゃないかと思います。ゴッホはどうだったんでしょう、そこら辺は分かりませんけど、でも大概の場合1人か2人批判をする方々がいるに対して100人ぐらいはいい評価をしてくださる方がいらっしゃいます。だからあなたの周りに1匹ゴキブリが出てきてもあなたには100人のファンがいるということです。ちょっと話が変わりますが、ゴッホは自分の作品と自然がつながっていると信じていたようです。だから自然の多い田舎に住んで絵を描いていました。それがアートなんかに全く理解のない人たちが住んでいるすごい小さい町に住んでいたみたいですね。でよく言われることなんですけど、アートと地理は関係しているようです。私はフランスに行ったことはないんですけど、学生の時にアメリカのノースダコタ州というところに住んでいました。大学のある小さい町だったんですけど、私はその頃目に見えるものをそっくりに描くって感じで絵を描いていたので、多くの人から良いアーティストと評価されていました。でも同じアートの学生ですっごい個性的な友達がいたんですけど、素晴らしいアーティストにもかかわらず多くの人たちからすっごいバカにされたりしていました。なんかかなり辛い思いをしていたようです。それから何年も経ってから私はニューメキシコ州というところの小さい町に住んでいました。その頃もうすでに私の作風は風変わりなものだったんですけど、ニューメキシコ州はアートに理解のある方も多くて小さい町だったんだけど、運よくいい評価をいただくことが多かったです。だけどそこからちょっと離れた小さい村みたいな町、モーラっていうところなんですけど、そこでアート&クラフトのイベントに参加した時は全然違かったです。なんかもう素通りする人ばっかりで全然見てもらえないですね。でなんか隣で写真を展示していた人がいて、その会話が聞こえてきたんですけど、ほとんどの人が関心を示すことはこの景色はどこだとか、この建物はどこだとか、自分が知っている風景、そういったものにだけ関心がすごい高まって、芸術性とかっていうことに目を向けてる人はほぼいなかったみたいですね。そんなわけで地域とアートっていうのはものすごい関係してるんだなってそこですごい思いました。面白いのは今日本で猫アートが人気があるんですけど、猫を飼っている人口がすごい多い国なので、まあだから地理的なことが関係していると言えるのかもしれません。それから自然豊富な地域では自然の景色などが描かれた風景画が人気があるっていうのを聞いたことがあります。確かにそういうところに住んでいた時は地域のギャラリー、そこに展示してある作品は風景画がすごく多かったのを覚えています。ちょっとこれは私の個人的意見なんですけど、情報量の多い都会にはやっぱり現代アートに理解を示す方が多いんじゃないかと思います。まあでもそういう方ってどこ行っても人口の一握りの人たちだけだと思うんですよね。なんですけど都会は人口が多いので一握りの量も小さな町よりも多いということだと思います。統計を取るとかそういうことはしてないのでわかんないんですけど、なんとなく私はそう思います。
ただこれも分かんないんですけど、今インターネットがあるんで、どこの地域でも豊富な情報量っていうのが入ってくると思うんですね。なのでもしかすると現代アートに興味を持つ人がもういろんな地域に現れるんじゃないかなって期待しています。でまたゴッホの話に戻るんですけど、あの時代はテレビとかもなかったんで、小さい町に住んでいたゴッホはすごい大変だったんじゃないかと思います。ちなみにさっき言ってたモーラっていう村みたいな小さい町でのアート&クラフトのイベント、ほんと素通りする人ばっかりだったんですけど、いいこともありました。確か1日目の後半だったか覚えてないんですけど、もううんざりしてた時に一人タオスっていうニューメキシコでサンタフェの次にアートで有名な町があって、アートのギャラリーがいっぱいあるところですね。その人がすごい私の作品気に入って、でなんかプリントとかを大量に買ってってくださって、それで一枚すごい気に入った原画があったみたいで、プリントを買っていったんですけど、なんか戻ってきて原画を買ってくださいました。なんかすごい嬉しかったです。でもう一人作品に興味を持った人がいて、その方もニューメキシコ州で一番大きいアルバカーキーという町から来た人でした。でも残念なことにモーラの地元の人たちで私の作品に興味を持ってくださる方はもうほぼ一人もいませんでした。そんでその時からやっぱり都会に行かなくちゃって思い始めました。モーラの人たちにもこのフェイスペインティングは喜んでいただけました。その後日本に帰ってきて、世界の大都市である東京のアートイベントなんかにも参加しているんですけど、素通りする人の方が圧倒的に多いです。でも人口が多い場所なの で私の作品に高い関心を持ってくださる方が多いのも事実です。でも割合としては一握りなので、私はそういった方々をすごい大切に思っています。でちょっとゴッホの話に戻りますが、自分の作風で絵を描くことを貫いたゴッホなんですけど、ほぼ誰からも理解されないのに描き続けるって本当すごいことだと思います。でそんな気持ち私すごいわかります。そして今現在生きているすごい個性的なアーティストの方々で作品を展示しても売れない、誰からも理解されないし評価もされない、そんな方もいらっしゃると思います。たとえ売れなくても評価されなくても、その方々の作品がダメだとは全然思わないんですよね。ただ今その良さに誰も気づいてないだけかもしれないですし、もしもその作品が素晴らしいってその作品を作っている人たちが知ってるんであれば、といい作品なんですよ。ゴッホが評価され始めたのも、唯一1枚絵が売れたのもゴッホの晩年の話です。今世界中でゴッホの名前を知らない人いないですよね。それほど有名で歴史的なアーティストになったのはゴッホがこの世を去ってからです。今評価されないアーティストたちだって未来には歴史的なアーティストになっている可能性だってあるんです。そう、あなたにだってあるんです。でも生きている目の前にいる人にそんな可能性があるって思う人はほとんどいませんよね。だから人から何を言われようと自分でいいと思ったらそれを信じて描き続ければいいと思います。だってゴッホが生きている時に彼をゴミくず扱いしないで天才だと思ってた人がどれだけいたことでしょう。しかも彼の絵が未来にすっごい高値がつくなんてことを知っていた人はとか信じていた人なんて絶対なかったと思います。いたら買ってるはずですからね。まあ歴史に残るアーティストって言ったんですけど、私はちょっと前まで歴史に残るアーティストになりたいって思っていました。でも最近はそういうことはどうでもよくなってきて、今の理想は今楽しいって思える人になりたい、それだけですね。だって今日楽しければ明日も楽しいし、地位や名誉があったって楽しくなければ全然意味がないし、地位と名誉が幸せをもたらしてくれるとは限らないからです。それから死んでからのことなんて本当どうでもいいですよね。それが正しいとか間違えてるじゃなくて、私はそう思っています。まあある程度のお金は必要ですけどね。でまた話が変わるんですけど、ゴッホの作品が理解されなかったこと、それってある意味仕方がないことだと思います。なぜなら芸術作品なんてアーティストが自分の中の世界を表現したっていうすっごいわがままなことだからです。まあ少なくとも私はそう思っています。でもわがままですごい一方的なんですけど、ありのままの自分をさらけ出すすっごいチャレンジングなことですし、とっても勇気が必要だし、時には傷ついたり苦しい時を乗り越えなければできない、それほどすごいわがままな表現なのです。これも私の個人的な意見なんですけど、それをすることがアーティストの使命なんじゃないかなと思います。
それでそういうことを表現するアーティストよりも今生きているすごい風変わりで個性的なアーティストの作品を、今目の前に生きているアーティストの作品の素晴らしさを今気づくことができる人って本当すごいって私思うんですよね。でちなみにそのゴッホが生きてる間に絵を買った人はベルギーの画家アンナ・ボックという方だそうです。この方は無名の芸術家の作品をよく買って支援していたそうです。本当素晴らしいですよね。そんな余裕のある人間に私はなりたいです。で最後に、絵が売れてないアーティストはダメなアーティスト、売れない絵はダメな作品って思われがちなんですけど、そうとは限らないと思います。素晴らしい作品を描くとか作るっていうのはアートっていう分野になります。でも作品を販売するっていうのは販売とかマーケティングっていう分野になります。で前に違う動画で作品の説明をするとかっていうお話をしたんですけど、その説明をするっていうのはまあアートの一面もあるんですけど、マーケティングっていう一面もあると思います。まあマーケティングのこと全然わかんないし、少しずつ取り入れたいと思って努力している最中なんで、その話あんまりできませんけど、まあ頑張っていきたいと思っています。ということで今日はちょっと思ったことをお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。